マノボグンダサンフローリス国立公園は、中央アフリカ共和国バミンギ・バンゴラン州にある国立公園、ユネスコの世界遺産にも登録されている。アフリカ中央部の17,400平方キロメートルを範囲とし、南のボンゴ高原、北のアウク川に挟まれており、氾濫源やサバンナなどの豊かな植生に育まれて多くの動物が生息している。 北部の青ク川流域は、雨季には、氾濫によって一面が水没する一方、寒気でも干上がることがない。ハシビロコウは1万から1万5千羽が生息すると推定され、コシベニペリカン、桃色ペリカンなど多くの水鳥が生息している。また三色海ワシやアフリカハギウといった猛菌類も生息しており、野鳥類は全部で320種に上るとされている。南部に広がるサバンナには、 多くの大型哺乳類が生息している。アフリカゾウ、クロサイ、イボイノシカバ、コリンガゼル、ダイカー、アフリカ水牛、ライオン、チーター、アヌビスヒ、サバンナモンキーなど50種以上が生息している。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。1980年代に、近隣のスーダンとチャドで内戦が起こり、 活動資金を求めたゲリラたちによる密漁が横行した。彼らの密漁の結果、8万頭いたとされるアフリカ像はわずか数年で数千頭単位にまで激減し、クロサイに至っては6千頭以上いたとされるものが10頭程度と、ほぼ絶滅寸前にまで追い込まれた。こうした動物は、角や牙が高額で取引されたために、特に標的となりやすかったのである。 欧州開発基金はこの国立公園の管理、維持のために1988年から援助を行っているものの、横行する密漁、スーダンからの難民の流入などによる環境の悪化を理由として1997年に危機遺産に登録された。ありがとうございます。